この感じ。なんでしょう、あのモヤモヤ。かなり嫌な感じだよね。ただの正気よ。長く触れ続けたら未来は私でもやられちゃうけど。言い方軽っ。超要注意でしょ。あれが正気。浄化が止まると溢れ出るのではないのか。正気は魂が循環するときに排出される魂を侵食する毒素だ。本来はオリジンが抑え込んでいるはずなんだけど。やれやれ、そんなものの中を突き進むのか。すでにビズリーは進んだ。おそらくエルさんの力を利用して。あなたも気づいたようね。今見えている景色は真実ではない。クロノスの罠か。おそらく奴が空間をねじ曲げているのだろう。光が歪み幻覚を作っているのですね。戦うどころか歩くのもやばいな。どうする？私とミューゼならクロノスの力を打ち消しながら進めるだろうが。クロノスと戦う力は残らないでしょうね。次第の力で全身を覆えば自分の力を消費せずに進めるだろう。でもそれだと。そう、先に進めるのは4人だけってことよ。ルドガ、君が選んでくれ。よくぞここまでたどり着いた。ああ、2000年もかかった。その娘は？見ればわかるだろう。貴様らの嫌がらせの犠牲者だ。オリジンは本気で人間に進化の機会を与えようとしたのだ。ピースを隠したパズルを課題にしてか。鍵は与えた。あとは貴様たちの問題だ。私はたどり着いたぞ。まだ扉を開けてはいない。例えば今その娘がタイムファクター化すれば人間は失格だ。嫌がらせにも程がある。人間風情がなかなかやる。精霊ごときに褒められてるな。苦しむのか。切り札のつもりか。さてな。二人がかりなら勝てると算段したのだろうが、残念だったな。
異空間に閉じ込めた。あの娘にはタイムファクター化してもらわねばならないのでな。なんとも、いオリジンに己が魂が生んだ正気の始末をさせておいて、どの口でほざく。オリジンは人間に進化の猶予を与え、その身を焼きながら魂の浄化を続けてきた。だが貴様らは自らの浮上を顧みず、魂の消化を思いもせぬ。もうたくさんだ。我は浄化を止め、オリジンを救い出す。そしたら正気ってとこが溢れちゃうんじゃ。人間はどうなっちゃうの？人間は正気で魂を侵食され、マナを生むだけの物体となるだろう。しかる後、我が力で正気を封じ込めば、世界は精霊だけのものとなる。探索者の力か。俺のために兄を踏み台にするとは、実に人間らしい。来い、まとめて根絶やしにしてやろう。そんなの絶対ダメです。美少女代表として反対。器を開くのは老人代表の務めです。私は人以外代表ってことで。先生、解放します。ピクロスだよ。審判を下そう。せや、